はい、皆さん、こんにちは。今年、今月3回目です。新潟県五泉市自光寺です。ちょっとサングラス、持ってます。今日はゲストがいますんで、先生です。よろしく。こんにちは、よろしくお願いします。じゃあ、行きましょう。五泉町持ってきた？車の中。持ってこないと。あれ、神社だもん。あ、神社。あ、一応神社あるよ。あるけど、まあ、今度ね。今度。だからこういうね、いい景色見て心ちょっと清めてね、清めてね、雪の白い子景色のいい時に、ね、綺麗じゃん、うん、じゃあここ行かないと、ここね、何度かこの間気づいたんだけど、おいおい、ここ鳥居がないからお寺なんだよね。お寺だもん。ここ行くの？俺登ったじゃん。あの足跡そうじゃん。これ違うよ。いや、あんたのだよ。違う。じゃあ行けばいいんだな。いや、何行くんだ。女風呂覗くのと違うんだぜ。女風呂覗くのと違うね。そんなもん覗いたことねえよ。雪中を露天風呂覗きったじゃん。あ、危ねえ。雪払って。ああ。シート入ったけど。どうせまたあれだろう。うん。うん。こんなちお寺の御朱印のもらい方がわかんないんだよね。回るとハマりそうだね、来た、足よいしょ。あ、足跡とも、ただ通りないと。途中でさ、深くハマってっけ、変にはめと足折りそうだよね。元気だね。元気だね。ダメ。もっと、また雪出さないと。ここが自己寺だけども、向こうに行かなかった天狗堂があるから行ってみて。天狗堂はさ、あれ、鳥居があったでしょ？鳥居があった。ご立派なところに登ってる人いるやん。すげえ、本当だね。登ってる人いるよ。うん。元気じゃないからね、土地だから。血圧上がって悪い。うん。お年寄りだし。大丈夫か？大丈夫か？あとについていきます。はい。喋る余裕がね。ここだ。行きましょう。あっちゃ。よいしょ、着いた。やっと着きました。
まだ売れないよ。あ、違ったか、続いてるもん。俺さ、お寺の人来たんだよ。失礼だった。これ、なんか願掛けだ。そうだね。うん。願掛けで、気をつけてね。どこ行くの、この足跡。なんか登ってるよ。ああ、じゃあ。登る？やめましょう。さすがに。さすがに。やめる？うん。さすがに。笑い事じゃなくなるかもしれない。よし。はっきゃ、足中。はいやー、景色がいいね。うん、このところ上がったよね。うん、よく上がったね。よく飛べれたよ。はしゃいじゃったもう年だからやめた方がいいよ。雪見ると嬉しくなってはしゃいじゃうさ。わかる、俺もそう。なんか天気悪いとさ、ドライブしたくならね。なるなる。ちょっとあれだね、お昼過ぎ暗くなってくると寂しいね、やっぱ。いや、その寂しいところなんだ。まあね、裏寂しいところが。お年寄りしか置かないんだよ。お年寄りではしゃいでってほら、あれだよ。カラオケなんか行ってると、えらいことになるよ。昔はね、こういう時期だとお年寄り元気出してね、騒いでんだけどね。うん、ここで金使ってさ、経済回したんだけど、この経済回すお年寄りが引きこもったらもうダメだもんね。そう。仕事しねえで遊び歩いてる時期だね。じいさん85、中耳近くなってまだスケベなことしてるよ。そのぐらいじいさんが金使ってさ、経済回したのにさ、今ダメだよ、そういう人は。
はい、今日は新潟県五泉市自己寺今年3回目今月3回目ですということで終わります。 OK 参用シュッ。